すごいドラマの番組のどよんこテンション上げ上げこんにちはアラハーモノでイエ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 イ。今回ですね、久しぶりになんとギャラクシーさんに来ているんですけれども、コーデ対決をしたいなと思うんですけれども、ここ二人でやるのもいいんですけどね、特別ゲストを呼んでおります。どうぞ。こんにちは、かっちゃんです。イエイエイ。かわいいから大好きなかっちゃんさんに来ていただきました。お二人のコーデを選びます。はい、はい、まずコモちゃんは元気な感じなので、ちょっと元気だよ元気いっぱいな感じでいきます。お、どれにしようかな。元気いっぱいアンパンマン。すごくなんかスカート系が僕におすすめしてて欲しかったのかなって思ったのでスカートなんかスカート系の元気な感じのものを。あ、マネキンなんだけど、あ、あ、じゃないよ。マネキンなんだけど、こんなにやってるのか。あ、これイラストが可愛くて、これも当店おすすめのです。ちょっと来ていただきます。あ、ありがとうございます。内側が虹色になってますね。雰囲気がだいぶ変わります。ちょっとコンビニの前にいそうな感じ。今日スカートが長いからな。一周回って。おー、いいじゃない。可愛い。あ、肩落としたら。じゃあこれをベースに考えます。あ、でもこれ在庫あるかわからないんですけどねはい、じゃあ次のえのんさんの方選びます。じゃあ逆にこのちゃんがこういう感じなので、こういう感じ逆にカラフルに、お、嬉しい、いきます。今日とちょっと違うんですけど、そういうの。最近のマネキンは喋るようにこれはすごいですね。個性的な。あ、これも内側が水色になってますね。ああ、あ、似合いますね。シルブのシルブの子供、これあんたちょっと本当にだいぶ印象が変わりました。中とそれに合わせていいですね。これをヌヌコの聖戦っていう映画、ヌヌコの聖戦にご出演されていたお二人とコラボした時にこれ被ってらっしゃったんで、これゲットしたんですよ。そうなんですよ、うん、なんでこれ家にあるんですか。多分衝撃を受けると思持ってるんですか。じゃそのお家にあるのと合わせていただいて。あ、いいですねこれ可愛いですね。これ。あ、本当だ。うわー、すごい。これボタンが紫になってて可愛いですね。本当だ。すごい。パステルなパープルで。働いたことありますか？ないです。そうですか？手が働いてる。はい。ありがとうございます。いらっしゃい、店員さん。あ、いい。あ、似合います。いいですよ。いきます。はい、チーズ。あ、いいですね。おー、めっちゃいいです。いいですね。ありがとうございます。綺麗に撮れました。じゃあ、そうですね、ほのちゃんを今着てるみんな白黒なので、もっとカラフルに。お、カラフルいきます。はい、それではちょっとおすすめの服を持ってきました、はいはい、こちらです。すごいですね。でも他もコーデになります、今流行ってます。はい、骨とお肉で後ろには不用品と書かれております。不用品を着るのはどちらなんでしょうか。どっちだろう。じゃあこのちゃんがオレンジの服を着てるので、お肉を、お肉担当で、ね、めっちゃね、メディアにかけてるからオレンジなんだけど、わかんない。じゃあ、ノエノンはお目で、はい、ノエノンさんの目で、あ
ちょっとですね、ノイソンさんのアウターが在庫だけあるかわからないんですけど、そちらだけ確認しておきます。すごい、本当にそうですね。そちらが在庫。それでは、着替えてもらいます。じゃあ、着替えて途中踊っていただいて、これかぶると、はい、踊ってください。踊る、はい、はい、頑張って踊ってください。いいです、似合ってます。めっちゃ似合ってます。なんかロボットダンスっぽい感じ。あ、いいですね。あ、いい。あ、うわ、いい感じですね。あ、いいですね。ほとほと、ここ太ももなんですけど大丈夫ですか。の方がもうちょっと下ろすと不用品が出た方が。それか、あのすごい格好してたのか。あ、それがいいと思う。それ見て、あ、いいですね。実はノエノンさんのこちらの上着なんですけど、ぜひやりまーせんでした。なんて、ということで、中とはね、ありますので、はい、中のは皆さんも買えます。はい、実はですね、こちらギャラクシーさん、オーナリーがですね、ギャラリーになってまして、ただいまですね、ゆるめるものヨーナピさんが個展を開かれていましてですね、はい、せーの、はい、ということで、めっちゃかわいいギャラクシーなんですよね。かわいいよね、ほんとに。これ見てください、近くに、でも宝石みたいな。あ、ハードついてて、キラキラしてます。めっちゃ似てるよね。ね、そうだね、ツインテールのピンクのためなんか、ピンク染めようかしら。で、皆さんお気づきでしょう、サングラス、サングラスも可愛いんです。これ見てください、下のところがニコニコマークが、このものだけ色が違う。あ、いい感じです。いや、どんどんヤバい人になって。ヤバい人です。でも、あれですね、僕のでないんだね。はい、そうだよね。あ、僕だけ。私も飲みました。でも2杯目。あ、行きます。全然行きます。行きます。そうですね、この動画の前にカラちゃんの方で、はい、コラボのクリームをね、かわいい映えのスクリームを作ったわけですよ。僕とノエノンさんで今回対決したいなと思って、このボスさんは審査員。はい、そちらの動画は概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。まあ、とりあえず対決とか言ったんだけど、今回さ、思ったんだけど決める人がいないから、これコメント欄でしたか。あ、いいですね。はい、じゃあ、はい、視聴者さんの皆さんで決めてください。いきます。カッチャンさんのコーデがいいなと思ったら、ノエノホロボロって書いて、ノエノホロボロのコーデがいいなと思ったら、カッチャンさんって書いて、はい、はい、なんですね、これも好きなの。ないです。ないですか。はい、ということでですね、ほのぼの先生、 TikTok をね、先生なんですよ。今回はですね、TikTok といえばトランジションというのがありまして、普通はこう YouTube とか編集とかでこうヒヨーンとかなります、こうガチャーンとかそういうのあるんですけど、もう手動でやるんですよ。だからもうすごいんですよ。確かになんかぐるぐるなんかカメラが回ったらどうなってるのかなって。あ、そういうこと見てみます。先生の先生一回来てくるくる回るの見たい。TikTok ハマりますから、やってみてください。え、難しそう。私結構時間かけて撮るタイプなんで、その先生はもう秒で結構投稿するって。一発撮り、一発撮りなんです。なんか曲は一時期あれですよね、YouTube の YouTube の広告で流してるって。とりあえずじゃあほのぼの人に、あ、はい、はい、あ、じゃあほのぼの人に、あ、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 こういうの TikTok か。え、全然色変わってるんだ。フィルターで色を変えて、揺れ見てるな、こう手の揺れ。一気に何個もたくさんしすぎてて。
あ、でもさ、波、波で、すごい。え？こういう感じ。え、すごい。ヘイでこれ止まってもらって、ヘイでこれ。で、ヘイ、ヘイ、ヘイ。はい。はい。ありがとうございます。お疲れ様です。